はい、えー、全国宅建受験生の皆さんこんにちは、えー、これからですね、えー、平成三十年度、えー、回答速報会始めます、えー、担当します甲子水野と申しますどうぞよろしくお願いしますあとは、えー、なんかう <laughs> どうも友杉ですよろしくお願いします えこれから2人でですね、えー、こちらの回答速報かねやってまいりますので、えー、どうぞよろしくお願いしますであのー、今ですね、えー、まあやって回答をです、ね、あの本部がですね頑張ってね出しておりますあのー、私と友津久講師も全員受けてきたんですよであのー、答え出てんですけどね、うん、私の答えをねここで晒しちゃうとですね間違えてる可能性ありますね友津久同士ちゃともっと間違えてるんですよね、うん、だからこれね言えないんですよね本部から出てきたものを、あのー、お出しするというそういう形になるんでねちょっとねあのお時間がかかるねところはありますが まあせっかく皆さんお勉強してねやってきた結果ですから一問一問かみし締めながらですねあの回答をねあの楽しんでいただければと思います。はい、それではですねえまあ今日まず感想ですけど難しいですね、なかなかねななかなか難しかったですねやっぱり権利関係がおわというテーマが起こったですね、そりら難しいな難しいマニアックなテーマだなというですよね、まあ、考え方を持ってすると意外とあれっていうのはあるんですけども確かに難しかったで逆に法令上制限これはちょっと取りやすい部類ですね。 あんまりなんか、どえらく、うわあっていうのが、あ危なかったですね。まあ、不動産登記法は、まあ、山とかは当たったはいいけど、なんか難しかったみたいなね。うん、そういうところはありますけど、基本的に法令はですね、あんまり落とせないなあっていう感じだと思います。あと、まあ、ぎょ まあ業法はやっぱり難しい問題もあります。ただ基本的なところを取るとやっぱり十六ぐらいはねなんとかいけるのかなというところかもしれません。まあこれからねあの回答速く書いて、まあ皆さんのマークシート、えー、これあのぜひご協力ください。皆さんのあのマークシートでその結果がね何ですかあの合格推定点とかにもなってきますんでね、えー、すいませんご協力のよろしくお願いします。はいまあなかなか結構な問題だったなという。あとは条文がなかったですね。ついにねついにやりましたね。 我々の勝利ですよ <laughs>、まあ、もうね多分ね父になってねもう取引士死なんだから条文からちゃんと勉強しろっていうのを向こうはさせたかったんでしょうねところが誰も嫌らしないんですよねもういいか減諦めましたね多分ね、うん、来年出なかったら本物ですけどね、まあ、とりあえず亡くなったというところですからまあテーマとしては難しいなと思います、はい、じゃあ友妻講師からはい、はい、感想,感想もう本当にあれですよねなんか もう試験会場で受験生の心を揺さぶるのが好きな試験だなっていうのはすごく思いましたね、えー、まあまあ、えー、まあ取りやすい問題取りにくい問題ですごくなんかはっきりしてる印象はありましたまあこれは取りやすいだろうとかいやこれ無理やろっていうところがあったんでまあそこのところでね難しい問題にまあへこたれずに。 その中でちゃんと取れる問題をどれだけ取れていったのかっていうところで勝負は決まったんじゃないかなと、まあ、私は思いますはいじゃあ、ですね、えー、まあ出てるもの答えですね格闘が出ているものですねこれからですね見ながらねやってまいりますじゃあです、ね、問いの1開いてみてください皆さんお手元にですね今日やってきた試験冊子あると思いますので見てみてくださいでまず権利関係の最初の問題なんですが石井王子オーソに出てきましたね石井王子の問題が。で まず一番誤ってるものはどれかなんですが1ートちですい売買契約しました登記がなされましたところが詐欺で売買契約が取り消されちゃったんですねもちろん取り消したらお金返すそして物返すこれ返す現状回復って言いますが戻すとき入り口が同時だったら戻すときもやっぱり同時履行っていうのを聞いたことありませんうん、いやこれ丸っぽいなじゃあ2番は意思表示に錯誤 錯誤勘違いですね。勘違いです。重大なかすがあった。重過すがあると錯誤無効ってできないですよね。じゃ勘違いした人が重過すがあったってなってて。重過すがあった。その相手方が。お前無効だろうって。言えんですかね。できない。できなさそうじゃないですか。無効証する人ができないんだったら、相手も誰もできないでしょ無効証は。いや、これも丸っぽいなですよね。はい、三番。A. B. 間仮想上と虚偽表示。仮想上と言い方いろいろですが。B. が C. に転売。 虚偽表示からの転売ですよね、うん、じゃ C が知らなければって善意ってやつですねさあ善意だった A は C に向こうを対抗できない向こうって誰に対しても無効ですが虚偽表示は無効でもその虚偽表示差し押さえ逃れるために売ったことにした買ってあげたことにしたそこまでならいいけどそれを裏切って売っちゃったんですよそれをですよ知らないで買っちゃった これ売り主もひでいけど買い主ももなんんか売らですよねどうしようもない2人信じて買っちゃったというこの人を保護しないとまずくないですか C に向こう対抗できない丸っぽいですねじゃあ4番、はい、第三者の詐欺によって B こうでそこからの転売というちょっとコラボっぽい問題になってますけどねじゃあ B という相手方です、はい、第三者の詐欺を知らなかった B は善意、はい、D というのが悪意さあこの時です。 騙された A さんってかわいそうですよねかわいそうだけど騙された人ってちょっとアホっていうふうな講義いつもやらせてもらってますが今年はクレーム来ましたいっぱい、えー、かぼちゃのなんちゃらとかでね騙された人が宅見でもじゃあもう詐欺にもう二度と騙されまいって受けたんでしょうねそしたら講師がですよ私がですよえー、騙されちゃうちょっとアホとか言って「前追いかけの電話結構頂戴したようです」で本当なんでえー、騙された人ってかわいそうだけど落ち度があるんでじゃあ落ち度がある人はい相手が善意さあどうだと。 えー、今回 B は善意 A は詐欺を理由に AB 間の契約を取り消すことができるバーツははい正解は4番でこれ意思表示で入り口のところなんかさらーっと拾っとくぐらいでなんかちょっとできたようなものですよねあこれなんか今年権利関係条文じゃなかったしなんかいけるかもみたいな感じで2番が代理オーソドックスな代理さあその問題はどうでしょうか言いますあとりあえずごめんなさい、えー、これやりながらじゃないと。 正解番号は1は4でございます。また振り返りながらも行きますので、はい、それでは行きます。次、はい、今度ですね2番になります。はい、代理の問題です。A が所有する代理権、B に代理にお願いしました。シートの間で契約をしました。はい、シートを買い主とする売買契約がさあ正しいものはどれかです。で一番これおそらく代理の問題過去問やってると見たことはあると思います。 あんまりねバンバン出るとこじゃないですが B って着,す着服する意図で契約締結ってこれもう代理人の仕事してませんよねいくら代理家を与えてもこういうねことやるのってちょっと代理人としてまずいんですよ、うん、そうすると無限代理人と同じような扱いになっちゃうというようなお話があるんですよね。じゃあ今回 C がその時点でこのことを知っていた場合 A に帰属するいや知ってた場合帰属するいや知ってた場合だからないやするのかなしなさそうだな、うん、とりあえず2番見ましょう。 A が B に代理権を授与する前に補助補助開始ということはボケちゃってるんですよねボケとしょうですよねその人に代理権を与えた、はい、B は有効に代理権を取得することができないと依頼する人がですよえ依頼するときにもうボケてるんですよその人にあえて代理権与えるのって問題なくないですかだって民法って契約自由ですもんね別に依頼する人がそれでいいっていうんだれば良さそうじゃないですか ささそそううななんんでですよ,良さそうなんですよいやこれあえてねボケちゃってる人にお願いするのっていいんじゃねえのかなです。はい3番 B が C の代理にもなって本件役を成立させた A の許諾の有無にかかわらず無効となる許諾の有無とか言ってまあそうだ談何ですかねこれ C の代理にていや許諾とかあったらうん何とも言えませんねじゃあ4番見ましょう A が B に代理権を授与した、はい、B が貢献開始の審判を受けたその後に本件契約が締結された。 代理権を授与したその後にボケたんですね。これねやっぱりね二番と三番の比較でしょうねあのボケてる人にあえて代理権というのは別に問題ありません未成年者に代理権も与えられるぐらいですからでも今回って代理権授与した後に後見解消の審判を受けてますよねはい、その後に契約されたらこれどうですか後見解消の審判代理権を与えられた人がボケたんですよこれやっぱり消えません代理権消えた後にやったら無権代理無権代理はい正解は四番です 正解は4番ですまあ3番あたりとかねちょっと切りにくいな1番もはっきりあまりバンバン出てるところでもないから「うん、丸かなバツいやでもバツだろうなぐらいしかいかないかもしれないけどやっぱり4番でいやこれ消滅の話ですからね。頼まれたた代理がやっっぱりボケちゃったら消滅するでしょう、ねうん、そしたら無権代理となる4番丸でございます。 でおそらくちゃんとあのやってるとねこの1番2番は「あれ意外と今年ちょっと権利いけるかも」とかってなってくんですがはい3番やっぱりテーマがここからなんかややっこしいというかねあまり見慣れないテーマになってきましたよね。じゃあこのテーマって何かっていうと A と B との間で5か月後に実施される試験に B が合格したら A 所有の高建物 B に贈与するという。すすげえすねったっら 建物やるよと、やる気出ますよね。えー、いやー、つまんねえ勉強だけど、あの、建物くれるったら、その気になりますよね。やる気出ますよね。じゃあ、です。この場合、民法で判例によれば、誤ってものはどれか一番。本件約定は、停止条件付き贈与契約である。どうだ、と。うん、これね、条件ですよね。あ、よかったら、贈与。いや、まんまじゃないですか。 だから停止条件っていう停止条件と葉聞いたことないってことは全然勉強してませんねでも停止条件というのが停止条件もしよかったらあげるいやこれツッコどころまるでなしですねこのままじゃないのこれはいいんじゃないのとで2番です本件約定の後と要は5か月後だったら家やるよと俺の家やると言ったんですね A の放火により高建物が消滅とどういうことですかねこれ私が皆さんにですよよし卓球がったらマンションやると。 戸建、ええ、てやると別荘や,やるとみさんなやる気でいますよねそしたら皆さん模試ですげえい点取ってるんですよねやべえ本当に上げなきゃいけないかもしれないなんか尺だなとシュッとシュッと燃やす何やったんですかねこの A はだけどこれってどう思いますこれ A の放火によりこうたとたもが消失し自分の建物放火してるんですってその後 B 皆さん受かった受かった受かった本当だったらもらえましたよねところが放火してなくなってますよね おい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 損害賠償いや損害賠償っていうかどうか分かんないけどとりあえずなんか落とし前つけてほしくないですかいやこれ丸丸分かんないけど知らないけどこんな事例過去も載ってないけどいや丸かもしれないなぐらいはいけませんだってもらえるはずのものが放火されてなくなったんですよあ頭きますもんねうんじゃあ3番は本件本試験に本件試験に合格した時ははい時点に遡って所有権取得する大体条件って成就した時からなんですよね。 ここ遡るっっていう意味がちょっと分かんないですよね遡るかるなそんなの知らない覚えてないから分かんないけどとりあえず保留4番薬匠の時点でえ得てあげるって言ったしたですよね医師能力がなかったって言ですねあの医師能力がないって何とかしてます医師無能力者、えー、あのボケちゃったおじいちゃんおばあちゃんじゃないんですよ医師が合致できないんですよ例えばえー、まあ就学前の児童とかあと大人でも酔っ払いです飲みすぎて。 いやー昨日も焼酎28杯見からなんか記憶ねえなとそしたら「えおしてよかったら建物やるよ」って「維新無能力で維新無能力で上げるとか言っちゃったはい合格しても取得できないそう無効なんで無効なんで維新無能力なんで無効だからこれ無効だからできないそうじゃないですかということでございますはい結局この問題ははっきり言って覚えて3番なんてできませんよね。やっっぱり民法って現場思考力なんですよ 暗記じゃないんですよでもこれは想定してることですから、うん、権利関係直前期やるなやるなや,るやってももう買えないよ覚えてもないよっていうのは散々大体いい資格の学校は言いますよねうんそこなんですよこれ予想してでできるもんじゃないですだけど現場で考えていやこれ1いやこれそのままだな2いや丸かないや3番遡る意味がかんねえな4番石のよくないじゃあ3番かなそう3番です正解三3番です正解は3番 なかなか暗記ではできない難しいですが現場の協力でちょっと面白い感じの問題かなというところですでです四番五番六番七番がまだ出ておりません出ておりませんで出ておりませんってねあのまあある程度は分かってるんですけどね嘘を教えちゃいけないね嘘を教えられないんでだからねこれがね資格の学校のねあのまあ若干ややおぼってじゃないですかリックも、えー、そうするとねきついですよね個人だとバンバン出せるんですけどね。 怖いもんなしでねさすがにやっぱりあの会社としては出せないんでここら辺出たらまたお伝えしますんで、えー、じゃあ出てるところからいきます、はい、今度です問いの8今年の判決文は、はい、なか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 でしたね、うん、なかなかだったと思いますでこれどういう内容かっていったら賃貸借で本来天然劣化って普通に住んでた分ってで おさん家賃もらってんだから出ていくきに借り主は関係ないよと。うん、だけどちゃんと説明を受けて契約書とかちゃんとしっかり書面とかで巻いておけばしっかりやっとけばまあそれはそれで借り主に負担にしてもいいですよというような趣旨なのが読み取れたかどうかですね。うん、じゃあここおそらくですね、うん、1番と4番あたりで迷うと思うんですよ。迷うととすると うん、あのこれあの2番は通常損も社会上通常の使用した場合にってもうこれ別に読んだだけでツッコミどころないし本文読んでも、まあ、これは丸だろうとあと3番の「賃借に人常損も現状回復を行うのは予期しない負担を課す明記されておらず口頭で説明もない場合はそれはまずいよなというようなニュアンスですね3番、うん。これも丸だろうにいけると思います。じゃあ1と4の多分戦いになると思いますがはい結論を申します正解は1番です。 当院のハは一番でございます。ここ決定だです。一番のどのように使用してもですね。だそういったところにちょっと見つけられたかどうかなんですよ。あの結局このどのように使用してもってあの判決文の上から一二三四段目あたりに借り主賃借人が社会通念上通常の利用を指定って通常って書いてあるんじゃないですか。 どのようだっていうのはちょっとまずいですよね。いやこれは明らかに矛盾ですよね、うん。というところに気づいたかどうかです。だから全体としてはねやりにくい難しかったと思います。だけど最後の最後なんかないかなんかないかっていうね、そこのもう目を去らないようにしてね最後の一分一秒まで頑張って頑張って探せば一番は見つかる可能性はそれなりにあると思います。まあどれぐらいの正答率になるかわかりませんけどね。うん、あれはこれね見つけられてもいいんじゃないかな難しいですけどね全体としての問題としては、うん、だけどいけてほしいなあの問題でございました。 で9番がですねまだね出てないんですね正解出すのは多分大したことないんだけどあの裏が全部取れてないで出せないんでしょう、はい、問いの10いきます相続と言いつつあんまり相続っぽくない問題でしたねじゃあ参ります10番誤、はい、ってるのはどれか、はい、1番無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売りました。 単独で本人を相続しましまた本人が自ら売却したらと同様な法律上の効果が生ずる聞き方が嫌らしいというか聞き方が珍しいですよねこれはあの無権代理人が相続すると追認拒絶できないと多分それ聞いたことあると思うんですよあそれということは売ったってことだからこれあれ罰にはできないのかなというところですだからこの聞き方このアプローチの仕方というかね言い回しのところでね、うん普段とは違う拒絶できるできないの話じゃなくてねいや売ったのと同じっていうね あそれが同じ意味かなっていくと、うん、罰にはできないいと思いますあと2番相続財産に移属する不動産遺産分割前に所有権一転得した共同相続人から話し合いやる前に勝手に登記したみたいですよで第三取得者に対して他の相続人は事故の持ち分を登記なくして対抗することができる法定相続分は登記なくても勝てる対抗できる。 これ過去問やってるとねあの簡単に何ていうんですか覚えるというかねあの頭の中に入れるのにはこれ結構よく聞くフレーズだと思いますお勉強してると「法廷相続文って勝手に言われても返せ」って半分言えるんですよねあこれは何か聞いたことあるぞとうんあの今年、うん、まあ対抗関係って感じでもろには出ないですけど対抗関係の準備してるとここってね結構やってる方はそれなりにいらっしゃったと思いますうんまあこれは罰にはできないなとじゃあ3番目連帯債務の一人が死んだはい相続人が数人ある。 はい、分割されたものを承継し承継した範囲において連帯債務者となるまあ連帯債務者一人死んだらその人の権利義務承継するんだからその人たちその他のうん連帯債務者と一緒に連帯債務者となるいやまあ相続ってそういうもんですもんねまあょっとツッコミどころないなとはっきり覚えてないと思うんですこんなのはか勉強してないと思います勉強してなくても普通ですでも相続なんだからいやきっとそうなんじゃないかなって流して4番これ やっぱり切り方は難しいと思いますが共同相続はい持ち分が過半数を超える相続人です協議なくして単独で共有物を占有する他の相続に対して当然に明け渡し請求できるこれ考え方はやっぱあると思うんですよね過半数だからいや俺半分以上持ってるのできなきゃやいけないってね言えそうですけどやっぱりそういう時って話し合いとかいりません協議とかっていやこれ当然にとかってちょっと権利ライオンっぽくないですか当然にののはははいい正解問いの10は 四番、四番がパスでございます。問いの十ははい四番。次行きます。問いの十一番。 さあ、賃貸借借借化法ですね、うん。やはりこの賃貸借借借化法は、金利関係では点数稼げるところなんで、なんとかね、頑張っていただきたいなというところなんです。ございます。講師の視点から見ますとね、じゃあ、いきますね。で、これ、正しいものはどれか。はい、まずは一番。この一番は引っかかる可能性あると思いますね。本件契約がもっぱら事業のよう、建物所有を目的とする。公正証書によらなければ、無効となる。あれ、事業用借書ってありましたね。あれ、公正証書じゃなきゃいけませんよね。 でもこれ事業用借地権だったら厚生省庁やけど商売やるために土地を建物目的借りるこれ事業用借地権とは何かんちょっと読み取れない感じもしれませんいや事業って書いてあるから事業用借地権ってなっちゃう可能性ありますがいやまあもしかしてもあるかもなっていうのは私は気持ちはわかります。うん、じゃあ2番見ます居居住住用用建建物物所所有有目目的的土地地はい借地権の存続は20年 更新請求しない旨これらの規定これらの特約っていいんですかまずくないですかだって最低三十年じゃないですか更新できないとかってこれあの居住用とかだと長期の定借って五十年オーバンブランバーンとすると、えー、あのさらちにしてっていう話できるけどこれなんか両方まずくないですかうん、これとりあえず二番丸の候補ですよね あと3番目はいその時から60年と定めても厚生証書に入れれば30年となって長く借りれれば借りるほど借りん証拠じゃないですかいや60年とするなんて全然問題ないと思うんですけどうんあと4番目借地権はい B は高度地域借地権の登記土地に賃借権の登記とかがなくてもですはい B と借りてる B とです同居している未成年者の長男名義で保存登記土地借りた建物を長男名義で建物の登記をしてたさあ売られた さあ買っった人が出てていけって言言ますすかと言えちゃうんですよねこれ借りてる人が自己名義の登記じゃなきゃいけないっていうこれすっごくなんか過去問にも出て何年か前にも正解して出てるっていう,もう典型論点さこれね。ということであれこれ罰だなということで多分3番4番は絶対罰といけなきゃいけないし1番は事業用借地権だと勘違いして丸にいきそうですがやっぱり1と2と比べたら圧倒的に2番です正解は2番です。 これねね結構ねあのやっぱり事業用ってなるともう事業だから事業者地権ってねその直結もうのて直結で一番ってやっちゃうとちょっと、ね、きつかったかなというえ、まあ、でも勘違いされるのはねなかなかきついしょうがないところはあるかなですがやっぱり2番は20年とかだめだし更新しないとか無理じゃないですか、うん、という借地借家法の制度収支からちゃんとある程度やってたらいけると思います。はい、問いの11ははいい問の答えは2番 はいではその次いきます問いの十二さあしゃくしゃ顔のもう一問の方の問題ですよね A と B の間で A の所有する高建物を五年間五年はい借りるという契約をしましたはい正しいものはどれかということでまあ特殊なものは考えないというのはありますがじゃあ一番からいきます A B の賃貸借が定期建物の賃貸借です更新がないっていうふうにしたはい五年をもって 当然に A は B に対して終了対抗できる定期建物賃貸借って言ったらもう2年なら2年5年なら5年きっちり出てってもらうということですよねじゃあ今回その契約をちゃんとしてた場合は5年をもって当然に対抗できるんですか当然にですか当然にっ言ったら何もいらずに出ていけって言えるんですよ当然にですかいや6ヶ月前にもうそろそろですよともうそろそろですよ もうそろそれですよってなんか6ヶ月前に言っとかなきゃいけないってありませんでしたそう政党自由はいらないんですよ政党自由はだけど6ヶ月前にそろそろですよともうこれも仕事でやってる不動産はあんまりなかったりするんですよ 三ヶ月ぐらいまやっとね、そろそろですみたいなね、だからもう心とかって通知とかってもうなんかノーキアだったりするんですよね。いや当然にいやなんか通知いるんじゃねえのかなということで一番はちょっと丸っぽくないと思いますよ。バツっぽいですよ。は二、い、番です。A.B. はい定期たても賃貸借更新がない旨を定めた期間中 B から中途解約を申し入れることはできないって言ってますが定期たても賃貸借ってなんか借り主側が転勤だとかなんとかっていう場合に。 えー、1ヶ月前に言えばなんか出てていけるって話ありましたねんこれなんか仮にしからなんかあったなうん罰かなできないって言い切れないかなですあと3番定期建物賃貸仕事ではないはいいずれかもう更新しない条件変しない通知がなかった更新黙ってると更新更新すると条件的なものは賃料とか全部今まで通りただし期間については期間の定めのないもととなるはい3番丸です。 三番が丸ですあ。期間の定めのないとあったなと。でちなみに四番目は転借人ですよ。転借人オーナーからオッケーもらって作りつけたんですよ造作。オッケーもらって有効に転貸しててこれ出てそれは出ていくときに買取請求できなかったら転借人かわそうじゃないですか。うん。四番はもう全然罰ですね。だから多分ここは一番がちょっと怖いですね。 ただ当然にというところでいや何かなかったっけなっていうと1 × 2 × 3丸四番×はいこれ3番でいけていただけたと思います。あのシャクシャク法、まあ、2問とも取れるのは、まあ、それはそれでねちゃんとやらないと大変ですが、うん、1問は取らないとやっぱり権利関係で点数14分の7は欲しいんですよね。そうするとやっぱりここで点取らないとちょっときつかったかなという感じはします。はい、では次問いの13区分所有法のところですね。 でで今回どうですかこれあのー、区分所有法全体的にちゃんと頑張ってるとかテキスト読んで制度指示云々とかってこんなこと言ってなくても1番「規約の設定変更廃止」「過半数」ってこんなんでいいんですかルールですよルールですよなんか4分の3とかなんかすげえやつじゃないですかはい1番バーツこれ過半数じゃない決議要件でであの20万円以下のよ料とか知らねえよーと、うん、見やすい場所これは聞いたことあるな4番「占有者」。 借り主は同じようにルールは守れいやそりゃそうだっていう、うん、この区分所有法はどっちかというとあ、なんか見たことあるなとちょっとでも過去問もう過去問に答え全部書いちゃって見たことあるなでそれぐらいできるねそれほど大変じゃなかった感じのする問題でございますはい、じゃあ問いの十四不動産統計法でございますでこれはもうやっぱり不動産統計法やってたかやってないかにはかかりますが一番手定めがある場合除き例外的なものを除き申請当事者の申請って要は 売買だったら会議室です、ね、あと観光所の嘱託嘱託って役所が登記所にお願いすることを嘱託で言いますそれって申請がなければできない原則はそうですよね申請主義なんで申請ないと動かない、まあ、とりあえずあんま勉強してないけど、うん、そんな感じだっけな表示に関する登記登記官が職権でできるあの表示に関する登記って固定資産税の台帳を作るための公益的な登記なんですよもしやらない立てた人が義務を果たさない 職権でやってしまえと職権でやってしまえとこれ義務の登記なんでやらないと職権でできるあれこれもなんか聞いたことあるぞと不動産登記も全然なんか理解はできてなくても聞いたことあるぞっていうぐらいでいけるような問題だと思います。丸かなとはい3番所有権の登記名義です床面積に変更があったこれ床面積って表示の登記ですね表題の変更があったから1か月以内に変更登記を申請しなきゃいけないまあ自信持ってねここまで丸とはできないでしょうけど。 同時の登記って義務なものが多いですよねんいやどうだろうか面過ぎ程度言うかなじゃあ4番見てみようさあここでです所有権の登記名義人住所について変更があった所有権の登記って動いても義務じゃないんですよね不動産登記って仕事でやると絶対所有権に転倒権なんてさせますがえ義務じゃないですよね住所変更の登記住所変更の登記なんて住所変わっても全然放置してるとたくさんいますえ要は住所の変更の登記って 転校登記しなきゃいけない。いや一ヶ月以内なんてないんじゃないの。四番抜です。これも過去問とか見てたら、え過去問とかね見てたら見たことあるなーってねいう。だからあのー、これあのー、インプットのところでなんか細かいテキストとかなんか見てなくても過去問えある程度ちゃんと見てるとあれこれ両一も両も見たことあるなっていうね。うんそういう問題の可能性は結構ありますね。 うん、だからここえちょっと難しいっちゃ難しいですけどここそもそもテーマがえだけどあの結構訳わ,わかんないよと昨年と違ってちょっとわけわかんないよっていう感じでは出さなかった感じですね。はいまあ、ただテーマがテーマだけにそれほどバンバンすごい正当率にはならないとは思いますけどね、はい、とりあえずここまで権利関係出たところまで言っておきます。えじゃあたよろしくあ,じゃあちょっと交代いたしますさあそれでは 続きのところ見ていきたいと思いますけれども、えー、権利関係、えー、が、まあ、問いの14番で今、えー、見終わってですね問いの15番以降今度は法令上の制限税価格のところですね、えー、いかがでしたでしょうかやっぱりあの先ほど最初の時にも、えー、言いました通りり、まあ、取りやすい問題と取りにくい問題が本当にあの混在している中でまあちょっと結構この法令上の制限稼ぎどころだったかなっていう気はしますけれどもね。 さあ、いかがでしたでしょうか。それでは、まず問いの十五番、見ていきたいと思います。はい、問いの十五番ですね。はい、国土利用計画法ですね。国土利用計画法第二十三条の届出、まあ、以下、この問いにおいて、事後届出という。に関する次の記述のうち、えー、正しいものはどれでしょうかという問題です。はい。 1>, え1番見ていきましょう、事後届け出にかかる土地の利用目的について、公検知事から勧告を受けた宅建業者 A が、その勧告に従わないとき、勧告に従わないときには、公検知事は、その旨およびその勧告の内容を公表することができる、正しいですよね、これ。これ、いいですよね。 ということは、まあ、これ多分一が正しいんじゃないのかなというふうに、まあ、まず見ていけますよね。まあ、一応二三四見ていきましょうか。え二、ー、番のところです。おつけんが所有する都市計画区域の土地六千平方メートルを買い受けたものは、売買契約を締結した日から起算して、二週間以内に。事後届で行わなければならない。これ罰だということ、大丈夫でしょうかね。これは大丈夫でしょうか。 あの国とかが絡んだ場合国地方公共団体が絡んだ場合当事者の一方もしくは双方が国地方公共団体だった場合には、えー、事後届でいらないという原則がありますよね。まあ、この問題でございましたで3番これ保留にできました あのなかなかなところつついてくる問題ですよね。指指定定都都市市地方自治法に基づく指定都市を言うの区域以外に所在する土地について事後届けで行うにあたっては市町村長を経由しないでえ直接都道府県知事に届け出なければならないと、まあ、基本的にですね市町村長を経由して都道府県知事に届けるっていうのが、まあ、基本的な考え方ですよね。でそこに例外があったのかなかったのかってことですよね。そうまあ、これあの武井嗣さんほんよくやるタイプですよね。なんかかかあのこうあたかもこういうい例外があるかの ようなですね言い回しをしてですね、えー、まあ煙まこうという形なんですけどもただまあこれがあるかないかっていうのがなかなか微妙でわからないと思ったらこの選択肢を保留できるかどうかですっていうかまあもう多分1だなっていうふうにある程度予想もできてますからね。はいで4番いきましょう。 えー、宅地建物取引業者 B が所有する市街区域内の土地面積2,500円4メートルについて宅建業者 C が購入する契約を提出した場合 C は事後届で行う必要がありますよね市街区域で2,000ですから市街角域で2,000ですからね、えー、2,500だったらこれ事後届で行う必要があります。ということですのであやっぱり答えこれ1番で大丈夫ですね。ということではい問いの15番の答えは1と。 いうふうになっていきますはいよろしいでしょうか問いの十五番の答えは一というふうになりますはいさあそれでは、えー、次ですね問いの十六番ですはい参りましょう、えー、都市計画法に関する次の記述のうち誤っているものはどれかという問題ですはい一、えー、番ねこれ法改正の部分ですよね はいえー、田園住居地域内の農地の区域内において土地の形質の変更これを行おうとするものは一定の場合、えー、これを除いて市町村長の許可を受けなければならないこれまるで大丈夫ですよねとりあえずこの選択肢は正しいですよね。なななので、まあ、これ一番じゃないだろうなと いうふうに見れますよねで二番なんですけれどもこれもしかしたらちょっと細かくてあれっていうふうに思っちゃった方はまあこれ保留にしてもらっても構わないかなというふうには思いますけれども、えー、風地地区内における建築物の建築あの風地地区って基本的に美しい街並み守っていこうよっていうそういう地区なんですねでそういう地区なのでまあそれに似つかわしくない建物っていうものを規制する必要があるわけですよ なので、まあここで、えー、風土地,地区内で建築物建築するときには地方公共団体の条例で、はい、必要な規制まあすることができる、まあだからこれも正しいんですけれども、これも正しいんですけれども、まあなかなかちょっとここまでね、えー、知ってるか知らないかというとちょっと細かい知識かなと思うので、まあ保留にしてもらってもいいかなとは思います。で、三番です。市外区域については少なくとも用途地域を定めるものとし。 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。もうまんまの、ねえー、表現で、ね、これもまるでいいですよね。はい、あこれもそうでしょうね。市街化区域って、うん、少なくとも用途地域定めますよね。で、市街化調整区域は、まあ原則として用途地域は定めない。うん、まあ、その通りですよねというところで、まあ、三も正しい選択肢なんでしょうね、これ。 ということとはは誤ってんのはまあ4かなというふうに見ていけるわけですけどもはい準都市計画区域については無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならないとちょっと待ってくれって話ですよねそうう都市計画っててもう乱開発とかして欲しくない場所ですよね。 そこで市外角区域だって定めちゃったらどん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 ビルドが立ち並んできちゃいますよね。冗談じゃないって話になっちゃいますよね。ですので、はい、準都市計画区域にまあ市外角区域を定めるのはちょっとこれ無理なんじゃないのっていうふうに思っていただければ、まあこれ問いの十六番誤っているものは四番というふうにいけますね。はい、問いの十六番誤っているものはどれか四番と。はい、よろしいでしょうか。 なんか皆さん暗いですね大丈夫ですか <laughs> 大丈夫ですか、ね、明るくいきましょう明るくねイベントですよイベントはいさあ、えー、それでは行きましょう問い、えー、の十七番ですねはい えー、都市計画法に関する次の記述のうち誤っているものはどれでしょうかただし許可を要する開発行為の面積については条例による定めはないものとしこの問いにおいて都道府県知事とは地方自治法に基づく指定都市中学者及、えー、市および施工時特例市にあってはそのお産を言うものとするというふうにあります。さあそれでは1番から見てていきましししょうう非常災害ののため必要な応急措置、はい、とと開発行為をしようとするもの は当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてもよいこれはまるでいいですよね非常災害の応急措置ですから,、ねはい、ですからまあこれは合ってるでしょう、はい、だから誤ってるものはどれかだからまあ1じゃないだろうなと。 はいそして2番です用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては開発行為に関する工事完了の広告があった後都道府県知事の許可を受けなければ当該開発許可にかかる予定建築物以外の建築物を新築することができないとこれも正しいの分かりますか え開発行為に関する工事完了の広告があった後さあこの時には基本的にはは予定建建築物以外は建てちゃダメですよねでその例外はって言ったらまず用途地域の定めがあればそれはそれで OK やっちゃって OK でも今回用途地域の定めがないって言ってるわけですよね。とするともう一個知事の許可これが欲しいですよね。ということで知事の許可を受けなければやっぱり無理でしょうということでまあ2番も正しいでしょうねということになります。 そして三番、これ皆さん引っかからなかったですか、大丈夫ですか。これやられちゃった人いるかもしれないですけど。都市計画区域及び準都市計画区域外。見えてますか。子供でちゃんと見えてますか、大丈夫ですか。そう、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内ですから、はい、ええー、一番平方メートルですよね。ですので、はい、八千平方メートルだったら、そう。 許可を受けなくてもいいですよねということでまあ、3番も正しいだろうなというふうになりますねはいそして4番いきます準都市計画域内において農業を営む者の居住のように供する建築物の建築を目的とした1000平方メートルの土地の区画形式の変更を行おうとするものはあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない罰でいいですよねいいでしょうかはい農業を営む者、ねえー、農林漁業用建築物ってやつじゃないですか はいですので、えー、誤っているものは四番ですのではい問いの十七の回答も四番というふうになっていきます、ね、大丈夫ですよあの合ってたらわーとか言ってあの覚えてもらってもね,ね、えー さあ、あそれでは、えー、次のところ見ていきたいと思いますけれども、えっ、ー、と、問いの十八番はちょっとまだ出ていませんので、えー、問いの十八番を飛ばしまして、問いの十九番ですね。はい。さあ、あ、えー、それでは問いの十九番見ていきたいと思います。はい、建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれかという問題です。いきます。えー、まず一番です。田園住居地域内においては、おまた田園住居出てきましたね。はい。 え建築物の高さは一定の場合を除き十メートルまたは12メートルの地当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないというふうにあります田園住居地域って基本的には第二種低層住居専用地域に近い規制がかけられてますよねなので二種低層である原則ってだいたい田園住居にもあって二種低層にない原則っていうのはだいたいこの田園住居にもないというイメージですよねさあ二種低層で そう1 0メ1 2ル高さ制限ありましたよね。ということはやっぱりこれ田園住居地域内においてもその原則はあると見た方がいいですよね。ということで、まあ、一番これ正しいんじゃないかなというふうに見れますよね。で次でで次すす番目です えー、一つの敷地でその敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に60%が第一種中高層住居専用地域にある場合つまり複数の地域にまたがっている場合ですよね複数の地域にまたがっている場合にはどうするんですかま物、あ、によって違いますよねはい、えー、用途規制で考えていくのかそれとも容積率検閉率で考えていくのか車線制限で考えていくのかね、えー。用途規制だったら過半に合わせるんですよね ではい、容積率検閉率だったらそう割合で安分計算していくんですよね。斜線制限だったら、まあ、ここはここはここはここっていう形でね別個に考えていく防火地域と純防火地域だったら厳しい方の規制に合わせるですよねだから、えー、どれででいいてるのかすすよねはい、いきます原則として当該敷地内に大学を建築することができない用途規制で聞いてますね。 下半の方に合わせるということは60%が一種中構想だったらそう一種中構想の原則に合わせますで大学ってどうでしたっけ一種中構想だったら OK ですよね立てることができますよねということは2番は誤りだということになるわけで誤っているものは何番でしょうかはい、えー、問いの19番ですね問いの19番の答えは2という風うになります まあこの問いの19番選択肢の3,4がちょっと厳しかったと思うんで、まあもう1,2で結構結論つけちゃった方が楽といえば楽ですね。はい、もうあ2でね誤りだし、もう次っちゃえみたいな感じの方がやりやすかったと思います。はい。さあそれでは次問いの20番見ていきたいと思います。 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち誤っているものはどれでしょうかという問題ですね。はい さあ、えー、1番ですけれども、まあ、1番これ、えー、宅地造成工事規制区域内において過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なるものがその工事が行われた宅地を所有している場合当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないまあそりゃそうでしょうね。と <laughs>、ねそそね、いう形でいけますよね。というよりまずあの宅地造成等規制法自体がやっぱり災害防止っていう観点から 作られていますのでやっぱり災害防止の観点に当てはまるものはそうなんだろうなっていう風に見ていけるといいですよねはい、えー、ですのでま一、あ、番は多分そうだろうなっていう形になりますで2番です宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は当該許可に工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を、えー、付することができる、えー、まあそりゃそうですよね えまあ先ほども言いました通り災害防止がやっぱりね、えー、メインテーマでございますので、まあ、やっぱりこれもそうだろうなという形になるでしょうそして三番です宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形式の変更これって宅地造成には該当しませんよね宅地造成ってのは出来上がりが宅地なんですよ 例えば宅地か宅地を宅地にしたり宅地以外のものを宅地にしたりまこれが宅地造成ですよねだから例えば宅地を宅地以外のものにするのは宅地造成じゃないですしま宅地以外のものを宅地以外にするのも宅地造成じゃありません出来上がりが宅地かどうかってことですから出来上がりが宅地以外なわけですからこれは宅地造成ではないでしょうということでま3番も正しいんじゃないかなという風になりますねはいじゃあ4番ですかねはい 宅地造成工事規制区域内において切り土であって当該切り戸をする土地の面積が400平方メートルでかつ高さが1メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には一定の場合を除き都道府県知事の許可を受けなければならないというふうにありますけれども、はい、まず切り戸って切り戸って2メートルですよね。 いいですか切り取って2メートルを超える場合ですよねだから1メートルだからセーフですよねあと面積の話もありましたけども面積500平方メートルを超える場合ですよねということは面積的にもセーフですよねということはこれ高さ的にも面積的にもセーフなんですから別に知事の許可を受ける必要はないでしょうということで4番が正解といけますよねだから1番2番であれって思ったとまあ万が一思ったとしてもですよ ねえ4番ポーンとえーいけますよねまあただ1番2番も結構過去問題出てるのではいまあやっぱり「見たことあるな」で言ってほしいのは山々ではありますけれどもはいえ20番の回答は4というふうになりますね。はいよろしいでしょうか。さあえそしてですね問いの21番がまだ出てませんので。 問いの22番いきましょうかはいさあ、えー、問いの22番ですけれども農地法の問題ですねはいさあいかがでしたでしょうか農地法ですまず1番の選択肢から見ていきましょうはい <laughs> 市街区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合はあらかじめ農業委員会に届け出をすれば保護状の許可は不要であるはい、まあ、これ正しいですよね そう市街化区域っていいらないですよねあらかじめ農業委員会にちゃんと届け出をすればというえあなんかいきなり答えが出ちゃったぞ <laughs> というですね、はい、え問いの22番もう、まあ、多分1なんじゃないですかまあ一応見ます下も。えー、2番遺産分割により農地を取得することとなった場合、はい、法3条以降の許可を受ける必要がある罰でいいですね。で3番がちょっとっっとんて思った と思うんですよねで3番をちょっと保留状態にしておいたとしても4番見てください雑種地を開墾し工作している土地でも登記簿上の地目が雑種地である場合法の適用する農地にあたらない罰でいいですよね。ははい等規模上のの目でででなくて現況で判断しますのでねまあ、えー、24が罰だよねっていちいち見なくても多分もう1番で。 パッと取っちゃって次の問題行っちゃった人も多いと思いますね。まあ逆にあのこれ1番でうーんって思っちゃうとなんかあの変な3番とかに引っかかってですねえやられちゃうこともあるので、もう1でもうパーンと取っちゃった方が早いですね。はい、問いの22番の回答は1というふうになりますね。はい、よろしいでしょうか。 さあ、えー、それではですね、はい、えー、今度は税のところですね、はい、えー、問いの二十三番がちょっとまだ出ておりませんので、問いの二十四番のえー、ところ見ていきたいと思います、えー。不動産取得税ですね、はい、ね、さあ、えー、正しいものはどれでしょうかというところなんですけれども、一番から見ていきます。不動産取得税は 不動産の取得があった日の翌日から起算して3か月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならないというふうにありますけれども、はいまあ、これはもう罰でパンと、えー、いけますよね、はいえー、申告納付じゃないですしね普通徴収ですしね、はいえー。というところで、えーまあ、1番はパンと罰ででけるでしょうで2番、またこれもなんか説得にかかってますよね。 本当にえこれもすごいですよね不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、ね、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても新たな不動産の取得とは見なされないためえ不動産取得税は課されない罰、はい、<laughs> ですね。 えもうそれっぽい表現をまあなんかねやってますよね不動産取得税って不動産の取得に対して課される税だよねだからさとかねもうもう説得にかかってますよね完全に、ね、それってほら新たな不動産の取得って見なされないじゃんみたいなね、えー、まあこういうの説得文脈みたいな感じで来る場合っていうのは結構ありますよねまあえ不動産取得税課されますので、はい、罰でいいでしょうかね、はい、そして、ね、3番 相続による不動産の取得については不動産取得税は課されない。ははいい、ね、そうですね、はい、ということで答えが3番というですね。はいで4番「一定の面積に満たない土地の取得については不動産取得税は課されない」って書いてあるんですけどもえなんかあの免税店ってありましたよねなんかねえあれって面積でしたっけ価格じゃありませんでしたっけ いくらに満たない場合には、不動産取得でかされない価格でしたよね。面積じゃなかったですよね。はい。ということで、問いの二十四番の答えは三というふうになります。はい。いかがでしょうかね。 さあ、あそして問いの二十五番ですね。はい、不動産の鑑定評価の問題ですね。えー、不動産鑑定評価に関する次の記述の中不動産鑑定評価基準によれば正しいものはどれかとね。はい。まあ問いの二十四番も問いの二十五番もなんかね、えー、もうある意味予想通りで来てくれたかなっていうところはあるんですけれども、さあ、あ、えー、それではいきましょう。一番です。 不動産の価格はその不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最もとむ使用を前提として把握される価格を標準として形成されるがこれを最優効使用の原則というこれが正しい選択肢なんですよねこれが正しい選択肢なんですよね何回か過去問出てるんですよこれはいこれ何回か過去問出てるんですよこれはい正しい選択肢でございますよねさあ二番です で結構で、ね、過去問で出てるものからこう組み合わせて作ってくれてるんですよね。この問いの25番手2番見ていきましょうか。か、えー、2番収益還元法は賃貸用不動産、または賃貸以外の事業に供する不動産の価格を求める場合に、特に有効な手法であるが、はい、事業のように供さない事業の不動産の鑑定評価には適用すべきではない罰ですよね。そう、えー、賃料を想定することによってオッケーになりますもんね。はいですから、2位は違うでしょう。という風になりまして、3番。 鑑定評価の基本的な手法は原価法取引事例比較法収益還元法に対別され実際の鑑定評価に際しては地域分析および個別分析により把握した、えー、対象不動産にかかる市場の特性等を適切に反映した手法を、はい、いずれか一つ選択して適用すべき罰ですよね。複複数数選選択択ししししててほいいいんでで、ね、ですすすよよねねのが欲ははい、そして4番です限定価格とは 市場性を有する不動産について、はいまあね、この正常価格、限定価格特定価格特,特殊価格とありましてこの定義の問題文なんですけれども限定価格、まあ、確かに市場性を有する不動産なんですけれどもやっぱり限定価格だったらその後ろの言葉にやっぱ限定って言葉が欲しいわけですよね。わかります、ね、あれ 所条件を満たさないあれこれ特定価格なんかの話と勘違いしてますねこれ。ということではい、えー、4番もこれ×ということになりますので問いの25番ですかね。はい問いの25番の答えは1というふうになります。よろしいでしょうか。はいさあ。 とりあえずここまで出てる答えばッと言っちゃいましょうか問いの1番からですね。問いの1番が4問いの2番が4問いの3番が3で問い4問い5問い6問い7はまだ出ておりません問いの8番が1そして問いの9番はまだ出ておりません問いの10番が4。 問いの十一番が二、問いの十二番が三、問いの十三番が一、問いの十四番が四、ここまでが権利関係ですね。はい、そして問いの十五番が一、問いの十六番が四、問いの十七番が四、で問いの十八番はまだ出ておりません。そして問いの十九番が二。 問いの21番はまだ出ておりませんそして問いの22番が1で問いの23番はまだ出ておりませんそして問いの24番が3そして問いの25番が1ということになりますね。ここまでとりあえずですね。さあそれでは問いの26番以降参りましょう。はい宅建業法ですね さあそれでは問いの26番「宅建業法」を見ていきたいと思います。はい 宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち宅建業法の規定によれば正しいものはどれでしょうかという問題ですねはい1番から見ていきます宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは法第32条に規定する古代広告等の禁止に違反しない罰でいいですよね はいえー、これねちゃんとその売買契約成立後になったらちゃんと引っ込めなければいけないんですもんね。ということでこれは違うなというふうになりますね。そして二2番です販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表情をした場合監督処分の対象となるほか、はい、6か月以下の懲役及び100万以下の罰金これを閉鎖、えー、されることがあると、はい、これってそう、うん、いいですよね OK ですよね。 監督処分の対象にもなりますし罰則もありますよね罰則もあるよということなのでまあ、2番は正しいでしょうはいそして3番です、えー、建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については当該建物の売買の売買に関する広告をしてはならないが対借の売買に関する広告をすることができる×罰でいいですよねあの申請中ということはまだ必要な許可確認は降りてないということですよね 必要な許可確認が降りてない段階で、はい、えー、契約広告基本的にやっちゃダメでしたよね。<laughs> あの貸借のあの契約だけはオッケーでしょうけど、今回この貸借の契契媒介に関する広告って言ってますからね。広告はダメですよ。ということで三番はバーツということになります。はい、そして四番です。 えー、宅建業者がその業務に関して広告をするときは実際のものより著しく有料または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが宅地または建物にかかる現在または将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合ははい法32条に規定する古代広告等の禁止に違反しないわけがない,い,いですねわけがないでいけますよね。はいというわけで問いの26番の回答は2ということになります。 よろしいでしょうか？さあ、それでは問いの27番行きたいと思います。はいねえー、ここも法改正のところから出してきましたね。はいで、法改正のあのいわゆるインスペクションの、えー、お話でございますけども、結構細かいところまで聞いてるんですよね？これ。 はい何気にねさあ、えー、それでは行きたいと思います問いの27番です宅建業者 A は B が所有し居住している高住宅の売却の売買をまた宅建業者 C は D から既存住宅の購入の売買を依頼されそれぞれ売買契約を締結したその後 B および D はそれぞれ A および C の売買により高住宅の売買契約を締結したこの場合における次の記述のうち宅建業法の規定によれば正しいものはどれでしょうかというものでございます1番はい A は高住宅の売却の依頼を受けた売買業者として本件契約が成立するまでの間に例に対し建物状況調査を実施する旨の圧戦の有無について確認しなければならないちょっと待ってください建物状況調査を実施するものの圧戦の有無って売買契約書の方に書かなければいけないんですよね。ということは、えー、本件契約が成立するまでの間だと結構遅くないですかはい とといいうことになりますのではいえー、契約書面にちゃんと書かなければいけないので、まあ、これは違うだろうなというふうになりますよね。で、えー、2番です A および C は本件契約が成立するまでの間に D に対し公住宅について設計図書点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類で国土交通省令が定めるものの保存の状況ここまででいいんですよおよびそれぞれの書類に記載されてる内容いやここまではいらないです。 はいについて説明しなければならないですからバツですねうん保存の状況まではまあ欲しいですよそこまで欲しいですけどもおよびそれぞれの書類に記載されている内容とここまではいいでしょうとはいさあそして3番です C がデートの間で売買契約を締結する2年前に 公住宅はすでに建物状況調査を受けていたこの場合において A および C は本件契約が成立するまでの間に D に対し建物状況調査を実施している旨およびその結果の概要について説明しなければならないこれも罰なの大丈夫ですかそうこれも罰なの大丈夫ですかなんでですかって言ったらそうこれ細かい知識聞いてきてるんですね2年前って書いてあるじゃないですか1年以内にやってるもんなんですよね 絶望感が漂ってきますよね。本当に結構細かいところ聞いてくるんです。やっぱりはいというわけで3番も違うということで。まあ、ただ123あやふや。でもやっぱり4がもうジャストベストでバーンと行ければいけるかな？って感じですよね。a および c は d が宅建業者である場合であっても、法37条に基づき交付すべき書面において。 公住宅の構造大陸上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がある時にその記載を省略することはできないとはいえー、ね売買の場合これ37条書面是非物で書かなければいけないものでございますよね。で是非物で書かななけければいけないものはやっぱり省略することは無理ですということですので問いの27番、えー、回答は4番ということになりますこれ結構厳しめだったと思います。<laughs> まあやっぱ法改正しかもインスペクションね、えーまあ、出るか出るかというふうには思われていたかもしれないしまあそれなりに対策もね、えー、あったと思いますけれども、まあ、ちょっと細かいですよねこれね、はい、出し方がちょっと細かいなっていうところはあると思います、はい、さあそれでは、えー、と問いの28はまだ出ておりませんので問いの29番見ていきましょうかはい問いの29番ですね A は B との間で A が所有する建物を代金2000万円で売却する売買契約を締結したこの場合における次の記述のうち宅券業法の規定に違反しないものはどれかという問題ですねはいさあ、えー、それでは1番から見ていきましょう A および B がともに宅券業者である場合において A は本券契約の成立後法第37条の規定により交付すべき書面を作成し 記名応印は宅検紙でないものが行いこれまずくないですか記名応印宅検紙じゃないものが行ったらまずいですよね三十七条書面でということはこれはもう確実に違反しますよねまずはいですのでまあ一番はこれは違反するでしょうというふうに見ていけますそして二番です A および B がともに宅検業者である場合において当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償額を六百万円とする特約を定めたとね、損害賠償額って ねえ制制限限ありましたよね自ら売り主制限でねでも見てください A および B が共に宅建業者である場合なんですねこれ業者間取引なんですね。業者間取引ということは自ら売り主制限適用対象外とととといいううここですよねということは,はい損害賠償額を600万円とする特約を定めた何の問題もないってことになりますよね。ということで2番は違反しないというふうに見ていくことができますよね。 はい、えー、まあ34見ていきましょう3番 A は宅建業者であるが B は宅建業者ではない場合において A は根建契約の締結に対して500万円の手付けを受領したこれはまずいですよね。そうだって自ら売り主制限かかっちゃいますからそう2,000万円の2割ですから400万円までってことになりますよね。 ということで500万円の手付を受領したのはやっぱりまずいでしょうバツということになりますはいそして4番です A は宅建業者であるが B は宅建業者ではない場合において本件契約の目的物である建物の瑕疵を担保すべき責任に関し契約の解除または損害賠償の請求は目的物の引き渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めたとはいですからこれも自ら売りに制限かかるシチュエーションですから引き渡しから2年以上だったら OK でしょうけれどもね はい、引き渡しから1年以内にしなければならない特約はこれはアウトでしょう。ということで問いの29番回答は2番ということになります。問問いいいののはははですね、はい、問いの29番は2というふうになっていきます分かりますか。かでは皆様お待ちかねの水野大先生に「ごタナをしたいと思います。 はいそれではですね今のところでですね飛ばしちゃったところで、えー、出たものがいくつかあります権利はちょっと大変みたいですね十八、えー、番でございます十八、えー、番の問題建築基準法の問題ですね十八、えー、番、えー、まずは一番三十一メートル以下の部分にあるすべての階非常用の侵入口ってあまり見慣れませんね。 で、やっぱりわからないものはもうはてないにするしかないですよね。うん、であと二番は防火地域でってなってますね。熟平米以内ってなってますね。防火地域って、やっぱり火災に厳しい場所ですよね。いや、熟平米とかでも、これ、うん、やっぱり確認とか入りそうですよね。確認とか、売れ行ったら、検査とか入りそうですよね。ちょっとバツっぽいですね。うん、じゃ、三番目、四階建ての事務所、二階以上の階にあるバルコニー、二階以上です。 1回は関係ないですけどね2回以上これはやっぱ転落防止で1 1ル以上の柵過去問やってると個数問題で出た時はとてつもなく悪い点数だったんですけどさすがにこれ足の1個で過去問出てて見てたらあれなんか2回以上だと1 1ル以上の柵とかって「作れ」とか聞いたことあるよと多分これ見慣れてるなんか見たことあるなにはなると思うんですよであと4番は建築基準法って改正されます改正された改正されたら あとから変わったものに合わせるんですか建物とりあえずそのままでいいですよね既存の低下建築物ありますもんねいやあとからこれ改正されたから合わせてたら大変だもんねうんということではい問いの18番正解は3番ですはい17と19の間ですね問いの18番3番入れてくださいでですねえー、21番入って二十一番 さあ区画整理の問題ですさあ区画整理の問題まあやっぱりですね勉強してて難しいなあというところだと思いますただ近年ですね正解し取りやすいところがポンポンポンとここ五年ぐらい出てるんですねで今年もねそうですねまあ優しくはないですけど、うん、意外とこれあれ聞いたことある見たことあるでいける可能性がある問題なのかなと思いますまずは一番土地画整理事業ってやっぱり街づくりなんで どうでしょう都市計画区域内および都市計画区域外いや外はなんかね外はね事業としてはねちょっとねなんかねまずくないですか外はねうんじゃ二番は土地区画整理組合はい組合成功でございますねその邪魔となる工事やるときに新築やる どうですか？まちづくり綺麗な街並み汚い街並みから綺麗な身にして最中って個人的な工事マジ、ま、ですよね。もし個人的な工事やるときって許可がいりますよね。大臣施工の場合は大臣。それ以外は知事知事。知事はい。今回、都道府県知事及び市町村長の許可。町村長き聞き覚えないですね。<laughs> やっぱこういう余分なのが入っちゃってるね。もう罰にするっていう。まあ向こうさんの典型ですね。 市町村長とかいないなな施工者でねあのよく引っ掛けてますけどね施工者もいらないですけど市町村長もこれ知事と市町村っておかしくないですかえおよび両方そんなことはねえだろうと3番土地隠し上の施工者は仮勘置これまだ終わってないんですよね工事ある在中に工事やってる時に仮に使っててねっていうこの仮勘置指定した従前の宅地ってこれ仮に使っててねの土地をこれ使う人自分の土地追い出されるんですよね。 そう自分の土地工事に入っちゃうんでじゃあその工事やってる最中に邪魔なもんがありましたとこれどうですか除去することができるって施工者除去できないと石とか木とか除去できないとこれ工事進まないんですよねいやこれなんか聞いたことあるなじゃあ4番は仮勘定したはい、仮勘置について、はい、使用収益開始できる日を同一の日として定めなきゃいけないこういうのってなんかタイムラグ出る時ありますよね こうじゃ自前から出てけと借り勘地使っててとこれタイムラグで言うとホテル住まいとかどっか借り住まいしなきゃいけないそういった経費って成功の成功者が費用として経費として払うんですよねということでこれあの同一じゃなくてもできたっていう話ありましたねこれはある程度なんかテキストとかある程度過去も見てるとあれ一応害おかしいな二番市町村ねえな三番まるかな四番罰そう3番はい 問いの21番はい正解は3番でございます。で続きで23はまだなんですね28見ましょうか。 はい、二十八、個数問題ですね。じゃあ、個数問題、今回ですね、あから見てまいりますけど。宅建業者です。買い主としてです。はい、契約締結する売り主が。許可の申請中であっても、契約を締結することができる。売買契約って、許可申請中でできるんですかね。うん、これまずいですよね。許可申請中は、許可申請中は、降りた後じゃないと、契約ってできませんよね。できませんよね。いや、これは罰じゃないですかっていうところでございます。 これ業者が会員主とかね業者間の取引とかだとねもう別に開発行為の許可もらう前でもね普通にやっちゃうんですけどねうんお互いがいいじゃんいいったらいいじゃんみたいなねもう業者同士だともう何でもありみたいなねところが実際はあるんですようんだけど試験ではだめですもんねだって許可確認前にダメですよやっちゃ申請中じゃ飼い主が業者でもダメなものはだめだよでしょうねあといい宅券業者が飼い主としてはい契約締結しました37条の「 交付べき書面を交付しなくていって契約書はいりますよねいや業者でも契約書はいりますよねじゃあいわや,や,やっぱ罰っぽいですねあと営業賞金協託している宅建業者です売り主として宅建業者との間で、はい、契約しようとするときに協託所の所在地説明がいるってなってるんですけどこれ業者ってもらえないんですよねもらえない人に説明いらなくないですか あこれなんか去年の話かこれ改正のね何かありましたねこれねいや説明しなきゃいけないい,やいらいんじゃないのです加藤さんええですね宅建業者が依頼者と売買契約を提言しました宅地の購入の申し込みがあった売り主の依頼者業者でもえ申し込み入ったらすぐ家 申し込み入っても全然言わないで報告しないで温めといてね、うん、買い取りで天売やるとか、うん、自分のところで両手でやりたいとか、うん、<laughs> 保留するとかそういうことはやっちゃいけませんよって去年条文に入ったやつですねあこれは丸だはい結論あ×いい、e、×××A○ はい1個1番です問いの28ははい1番です。 これからなんか一問一問ねもう両法ですからねあの合否分かれてきますからねもしあの当たったら喜んでいいですよえー今日言う,うの忘れてますけどもっとなんかもう嫌みたいなね よしみたいな、ね、なんか落ち込んでるとなんかあの人外したんだなってちょっと恥ずかしいかもしれないからやんなくていいですけどあのそれぐらいやっちゃっていいですからね今日解説聞いてもしょうがないですよね皆さんねもう早く答え出せですよねそれでもせっかく来ていただいていたからちょっと楽しんでいってくださいね,ね <laughs> よしと「いやうまいった!」みたいな「どうなる?」みたいなね、うん、それぐらいの気持ちやらないと何でも楽しまないと人生は、ねうん、いかんのでね、うん、ということであの別に盛り上がらなくていいですけどちょっと元気よくねあのやっていただければと思いますあと問いの30ですねはい問いの30いきます これあとください問いの30、はい、宅建業者 A は B が所有する建物について BOBC 化の依頼を受けた、はい、B を貸し主 C を借り主で10万円で権利金さあこれあ報酬賃貸だから今回良かったなと思ったらなんかもう一個欲分なんか余分なが入ってたんですけどね次ねとりあえずこの問題見ましょうはいまず1番店舗用で承諾得得た時にそれぞれ10万8,000円とそれぞれはバッツ診基準はまずいですよね。 うんじゃあもう一個百五十計算してもちょっとなんか足りなそうな感じですよね。えー、ということでこれこれそれぞれはちょっともらいすぎな感じしますね。二番目建物が居住用です。居住用の建物って絶対賃料基準なのは聞いたことありますか、えー。絶対賃料基準なんですよ。だから売買代金と見なしてっていうのはないですね。もう計算するまでもなくいや居住用は売買代金と見なして権利金売買代金としてもらうのってダメじゃないのということですかね。じゃあ三番は 建物が店舗用、はい、依頼に基づくことなく広告してもこれは計算いらずの問題ですね依頼に基づくことなく広告したら別にはもらえないじゃないですかこれ、えー、もらえないじゃないですかじゃあ4番はこれは定期建物賃貸借契約が終了した、はい、契約が終わった、はい、依頼を受けて BC の再契約を成立あの定期建物賃貸借ってもう終わりなんですよねでででもも終終わわりなんだけど別に定期で2年で終わっても 特に問題なければ、再契約と。ええ、まあ、更新みたいな感じですけど、更新じゃないんですよ。再契約なんですよ。じゃ、再契約っていうことは、契約したとき手数料。これ、何でもあれば、おかしいですよね。うん、さすがに、これ、あのー、再契約成立したときは。ちゃんと報酬規定とか、守らないと、まずいくないですか。うん、ということで、はい、問いの三中は。正解は四番。はい。四番でございます。 で、三十一は保留になってる、多分答えは出てんだと思うんですけどね、ちょっと保留にされてますね、三十二。三十二番。行ってみたいと思います。さあ、行きます。正しいものはどれか。で、ちょっと漠然とした感じの問題ではございますが、まず一番。宅建士がですよ。悪いことやったみたいです。で、指示処分を受けた。 怒られちゃったんですね。じゃあ、怒られた場合に、宅建業者の攻めに期すべき理由があるって。要は宅建士がですよ、やられたんですよ。でも、会社の指示とかね、会社がなんか誘導したとかね。会社がなんか、まずかったら、まずかったら、大臣免許です。大臣は指示処分ができるって。いや、それは、取引士がやったことだけど、会社がなんか指示してたとか、そういう理由だったら、その処分できる可能性ありますよね。いや、これはやっぱり、まる、罰にはきれないですよね。とりあえず。 うん、でもやっぱりもやもやもやっていうね両方っはっきり切らなきゃいけないんだけどなんかもやもやしちゃうじゃないですかじゃあ2番も見るでしょうねはい不正手段により登録受けた不正手段により登録受けたその登録をした知事は合格の取り消しをしなきゃいけないでないよ不正手段だから取り消されるんじゃないのといやいやいや皆さん今日合格しますよねまあ今日っていうか合格発表ある来月ですけど、えー、じゃあ合格したらおめでとうございます一生有効です替え玉してない限りカンニングしてない限り とりあえずここ来てるってことは捕まって買い玉がバレてないからですね、えー、そうなると合格取り消しますけど合格ってなった来年調子こいて悪さやったどうなります登録の時になんか本当は、えー、無所から出てきてまだ5年経ってないんだけど、えー、嘘ついてなんか登録したほしたらどうなります登録は消されるけど合格は取り消されませんよね。バツ合格は取り消さなきゃいけない合格はこれはね結構ねいややれちゃう人いるんじゃないかなとね。 うんななんんか思う足なんですよあと3番大臣すべての取引に対して指導助言勧告ができるって知らないですけど知らないですけど大臣からやられたら怖いですよね大臣か,からしちゃったよみたいなちょっとやだなって感じですはい4番つ津県知事の登録を受けている取引士が小津県知事から事務禁止を受けた速やかに「ごめんなさい」とお付津に出す誓うもらったところに返す預けるんじゃないですかあこれは絶対罰だはい削ります1番です これねあんまりね難しく考えないだから考えちゃうとなんかなんか一番じゃ普通すぎみたいないやでもだって会社の取引が悪いことやって会社の指示でやってたらそ会社も言われることあんじゃねえのしかも免許権じゃないと、えー、いう問題なんですよねだからなんかこうよそ行きになるとちょっと一番なんてこんなのなん,かなんか変じゃないみたいなね二番の方がスカッとくるみたいなね、えー、そんなよく分かんない理論でなんかいっちゃって間違える可能性はあるなと思いですこれね簡単そうでね、うん、なかなかな問題だったと思います はい、次問いの33はいじゃあいきます宅建業者 A は B から B が所有し居住している高住宅の売却について売却の依頼を受けましたはい行きます1番 A が高住宅について、えー、建物状況調査制度を紹介し斡旋を希望しなかったいいですいいです結構ですって言われたんですねはいその時に斡旋に関する事項を記載する必要はないあこれも改正ですよね でこれ改正なんですけど媒介契約書ですよね契約書に書いてあることって書かなきゃいけないってテキストにあることって全部必要的対事項ですよね。ということは「紹介あ結構です」って言われたら「あっせいしない」とかって書,かんじゃ書くんじゃないですかこれ、えー。書かないのはまずくないですかするしないとかって書くんじゃないですかこれ。あこれはいや必要なくないぞという今回こっちの方はなんか結構基本的なところで出してきましたね。 いやこれ書かかんなきゃあっするしないとかって書くとか聞いたことあるぞってね、うん、見とくといいですねあと専属前任2番7日でしたっけ ?5 日と7日あれなんか専属ってなんか強い方だからより早くだから5日の方じゃないという感じですかね。はい三3番根拠を明らかにするために調査をした、はい、B の承諾得てなくても調査に要した費用を請求することができるって承諾は得てりゃまだいいけど承諾得得てないとまずそうですね。 そして4番専人売買契約を締結しました、はい、交付すべき書面に B が A 外の売買代理によって売買交換の契約を成立させた時の措置を記載しなければならないということはこれはお客さんが裏切った時え普通に報酬もらいますよとか何パーセントいただけますよとか相当額の報酬もらいますよとかこれって買いとかないとお客さん分けする可能性ありますよねだからこれ買いとかないとお客さんが不利益な条項じゃないですよ お客さんが裏切った時の措置ですからねあこれは見たことあるぞ過去問で4番丸問いの33は、えー、4番です3二書いてませんでしたね32が1番で問いの33番が4番でございますあそうなんだあじゃあ,あと1問 はははいすいいいすすすまませんそれでで続きいきますえ今度ですね問いの34、はい、いいます既存建物貸借の媒介、はい、既存建物ですね中古ですね37条により当事者に対してこうすべき書面に必ず記載してなきゃいけない絶対書けってやつですね絶対書けまずは貸し担保責任の内容貸し担保責任の内容って特約を決めたら書く決めてながら民法ですもんね うん、決めてなければ別に契約書に書にく必要はないやつですよねじゃあ次は当事者の氏名住所これテキストとかで、ね、全然うちのほうに載ってないのもあるんですよ当たり前すぎてだから契約書ですよ契約書ですよウリスの会社の名前書かないと氏名書かないと誰と誰か分かりませんもんねこれ分からなくないかと、うん、これは書く,、ね、書くんでしょうねあとは「うわ」わ引き渡し時期。 いつ渡すか,い,かがいつ影渡すかこれは大事なことですよね、うん、時期とかって重設な,んないんだけど契約書にはあ三十7条にはいるやつですよねはいじゃあえ構造上、はい主要な部分の状況について双方が確認した事項これどうです対借はこれいらないですね売買の時は売り主買い主もうね会うの最後なんですよ、うん、代金もらって引き渡しちゃったら会うの最後ですよ対借って大家さんと借り主なんで お皆さんいちいちちこんなの確認してるの面倒くさいし、えー、あともうずっと長い付き合いになるじゃないですかだからいちいち行って確認とかってなんか重説ではね貸借でも説明このインスペクションの話ってあればするけどもこれ貸借で記載ってあれこれはなかったんじゃないのという話ではい問いの34正解は番でございいます問の2番でございます。問いの じゃあちょっとですね、えー、また新しいのが出たみたいなんで、えー、一旦答えさせていただきます。すみません。はい、さあ、えー、それでは続きのところを見ていきたいと思います。はい。えー、問いの三十五番のところからですね。問いの三十五番です。<laughs> さあ参りましょう。えー、問いの三十五番。 宅建業者間の取引における、えー、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面、えー、これの交付に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうかという問題です、えー、1番からです建物の売買においては売り主は取引の対象となる建物昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除くについて耐震診断を受けなければならずまたその診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならないとこれ×で大丈夫ですね えー、基本的に耐震診断、まあ、あの受けてるんだったらその結果をちゃんと隠さずに公表して、ね、ちゃんとお知らせしてっていうのは必要ですけれどもあの受けてないなら受けてないで構いません。はい、受けなけなななればならず別にそこまでですする必要はないですということですので、えー、1番は×でいいですよね。で2番です え建物の売買においてはその対象となる建物が未完成である場合は重要事項説明書を交付した上で宅検証をして説明させなければならないというふうにあるんですけれどもはいえこちらなんですけれども業者間取引ですよね、今回。これ、業者間取引なので基本的に重要事項説明書の交付まあこれは必要です。 業者間取引であってもでも宅検証して説明させなければならないまあそこまではいいでしょう業者間取引ですからね。ということですので業者間の場合には説明はいらないですよっていうことですのでまあこれは罰でいいでしょう。そして3番です 建物の売買においてはその建物の貸しを担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、まあ、いわゆる貸し担保履行措置ってやつですね、えー、貸し担保履行措置を講ずるかどうかまた講ずる場合はその概要重要事項説明書に記載しなければならないとで重要事項で貸し担保っていった時にこの履行措置についてはやっぱり必要です。 その貸し担保の内容特約っていうものに関しては重説ではいらないですけれども履行措置については必要ですから重要事項説明書に記載しなければならないはいこれ丸、ま、るでいいですよね。 でそして、えー、4番ですね宅地の交換において交換契約に先立って交換先の一部として30万円の預かり金の授受注がある場合その預かり金を受領しようとする者は保全措置を講ずるかどうか、えー、およびその措置を講ずる場合にはその概要、えー、重要事項を正直説明しなければならない、まあ、これは罰でいいでしょうということではい問いの35番の答えは3番というふうになっていきます。ははい問い問の35番の番答えは3ですね はいさあそれでは次問いの36番見ていきたいと思います宅建業の免許に関する次の期日のうち宅建業法の規定によれば正しいものはどれでしょうかということなんですけども1番ですはい、えー、宅建業者 A が免許の更新の申請を行った場合において、えー、免許の有効期間満了の日までにその申請について処分がなされないときは A の従前の免許は有効期間の満了によりその効力を失う罰でいいですよね はい業者はちゃんと更新の申請を行ってるわけですよ業者はちゃんとやるべきことをやってるわけですよねやるべきことを業者はやってるわけですからまあ、それはね、えー、そのまま免許証を使い続けて構いませんということでバツですはいそして2番です <laughs> 後見に事務所を設置する宅建業者 b 後見知事免許が乙県所在の宅地の売買の媒買をする場合、b は国土交通大臣免許会の申請をしなければならない罰でいいですよね。あの宅建業、日本全国どこででもできます。例えば、その乙県に事務所を設置するっていう風になったらそれは。 さすがに免許が必要ですけれども別にどこの都道府県の物件扱おうかそれは構いませんのではい別に免許買いは必要ありませんので2番はツでいいですよね。で3番宅建業を営もうとする個人 C が懲役の刑に処せられその刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合 C は免許を受けることができないこれ丸るでいいですよね。はいそして4番です いずれも宅研士ではない D と E が宅研業者 F 社の取締役に就任した D が常勤 E が非常勤である場合 F 社は D についてのみ役員の変更を免許権事に届け出る必要があるこれも×でいいですよね。ということでまあこれ3番がまあパンと取れるので3番でいいんじゃないですかね。はい問いの36番の回答は3番と。はい。 さあそれでは、えー、問いの三十七番見ていきたいと思います、えー、宅券業者である売り主 A が、えー、宅券業者 B の売買により えー、宅建業者ではない飼い主 C と新築マンションの売買契約を締結した場合において、えー「宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリングオフに関する次の記述を打ち正しいものはいくつありますか?」と。えー、あから見ていきますと A と C との間でクーリングオフによる契約の解除に関し、えー、C は契約の解除の書面をクーリングオフの告知の日から記算して8日以内に A に到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めたそうなんですね。でクーリングオフって基本的に発信主義じゃないですか。 もう、あのー、出した瞬間に効力発生ですよねそれを到達しなければ契約解除することができないっていうふうに言っちゃってますよね。ということはこれ飼い主に不利な特約を作ろうとしてますよね。ということで、まあ、これは無効になるでしょうねということになりますから、まあ、これは多分正しいんじゃないですかね。でいいです。 C は B の事務所で買い受けの申し込みを行いその3日後に C の自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合クーリングオフによる契約の解除はできないというふうにやりますけどもまあこれ買い受けの申し込みを行ったのが B 売買業者の事務所ということは,はいまあ確かにこれ契約の解除もできませんよね。ですのではいえーいも丸そしてうですえ C は B からの提案により C の自宅で買い受けの申し込みを行った。はい 売り主が言い出した買い主の自宅ですからこれはえ問題ないい感じですよねあの買い主から言い出した買い主の自宅勤務先でやっちゃうともうこれはクーリングオフできませんけども今回これ売り主っていうか B からの方の提案ですから、はい、買い主から提案じゃないので、はいえー、売買い媒介業者からの提案ですからねクーリングオフについては告げられず。 はい、その10日後に A の事務所で売買契約を締結した場合クーリングオフによる契約の解除まあ、できますよね、はい、ですので「えー、う」は×と。 でそして、A、ですねクーリングオフについて告げる書面には B の称号または名称および住所並びに免許証番号を記載しなければならないと。はいまあ、別に媒介業者のね称号名称と免許証番号が必要かどうかっていう話ですよねいらないじゃないですか。ということで、えー、まあ多分 A○E○××××× かなというふうにいければはい問いの37番答えは2番でいけますね。はいというわけで問いの37答えは2です。 <laughs> さあ、えー、それでは問いの38番見ていきたいと思います。 宅建業者である売り主は宅建業者ではない買い主との間で戸、えー、建て住宅の売買契約を締結しましたと、えー、この場合における宅建業法第41条または41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうかという問題です1番から見ていきます当該住宅が建築工事の完了後で 売買代金が3,000万円であった場合売り主は買い主から手付金200万円を受領した後当該住宅を引き渡す前に中間金300万円受領するためには手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければその中間金を受領することができないこれ正しいですよねはいえー、ねまあ、うん、手付金のおやつも合わせて保全措置が必要ですからね、えー、もら中間金だけの保全措置じゃまずいのでまあこれ一番いいんじゃないですかね、はい、では2番見ていきましょう えー、当該住宅が建築工事の完了前で売買代金が2500万円であった場合売り主は当該住宅を引き渡す前に飼い主から保全措置を工事代で手付金150万円を受領することができるこれ罰でいいですよね建築工事完了前ということはこれそう未完成物件ってことになりますそうすると2500万円 5%, 5は125万円ということになりますよね。ということですのではい え保全措置を講じないと受領することできませんので、はいえー、2番は罰でいいでしょうそして3番です当該住宅が建築工事の完了前で売り主が飼い主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合売り主は事前に国土交通大臣が指定する指定保管機関との手付金等帰宅契約を締結しかつ、えー、当該契約を証する書面を飼い主に交付した後でなければ飼い主からその手付金を受領することができないちょっと待ってください、えー、未完成物件で 指定保管機関との手付金等帰宅契約できましたっけ無理ですよねということで、えー、3も×じゃないですかね。で4番です。 えー、当該住宅が建築工事の完了前で売り主が買い主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売り主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は建築工事完了までの間を保証期間とするものでなければならないとこれも罰で大丈夫ですかね、えー、建築工事完了までの間ちょっとさすがにちょっと引き渡しぐらいまではちょっとね、えー、保証してもらいたいなという考えがあればまあこれも罰かなっていうふうにいければ問いの38番答えは1と。 いうふうにいけると思います。はい。さあ、それでは問いの三十九番ですね。はい、見ていきたいと思います。宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅建業法三十五条に規定する。重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうかという問題です。はい。 えー、なお特に断りのない限り当該建物を借りようとする者は宅建業者ではないものとするということだそうですさあ1番から見ていきましょう当該建物を借りようとする者が宅建業者である時は貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を説明、えー、記載した書面を交付しなければならないがその内容を宅建紙に説明させる必要はないまあそうですよねはい。 業者間取引でも書面の交付は必要でも、えー、説明はいらないんですよねはいですので、まあ、1番はこれいいんじゃないですかそのじゃあ2番ですはい えー、当該建物が既存の住宅であるときは、法三十四条の二第一項第四号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならないと、はい、まあこれもそうなんじゃないですか、いいんじゃないですか、はい、まる、あ、ですよね。まあここは対策でも必要だところでしたもんね。はい、そして三番です。台所、浴室、便所、その他の当該建物の設備の状況について説明しなければならない。これもまるでいいですよね。はい、さあ四番ですよ。問題は。 宅建士はテレビ会議等の I. T. を活用して重要事項の説明を行うときは。相手方の承諾があれば、宅建証の提示を省略することができるわけがないですよね。宅建証の提示を省略することは無理でしょう、さすがに。ということで、はい、問いの三十九番、答えは四番というふうになりますね。はい。 さあ、えー、それでは問いの40番いきましょうかはい、えー、宅建業者 A が行う業務に関する次の記述のうち、えー、宅建業法の規定に違反するものはいくつありますかというものですけどもまずあです A は自ら売り主として建物の売買契約を締結するに際し飼い主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し飼い主はこれに応じた違反ですよねはいこれはダメですよね分割払いの提案は駄目ですよね の手付金の分割払いはアウトですはいいいです A は建物の販売に際し勧誘の相手方から値引きの要求があったため広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し売買契約を締結した違反しませんよねむしろいい人じゃないですかこれ、ねえええ、値引きしてくれるんですからはい、えー、ですので今違反はしないでしょうそして U です A は土地の売買の売買に際し重要事項説明の前に宅建士ではない A の従業者をして売買の相手方に対し当該土地の交通等の利便の状況について説明させたまあ、これ別に重要事項説明ってわけじゃないわけですよねその重要事項説明の前に、ねえー、わざわざ親切にですよね、えー、ちゃんと説明してくれてるわけですよねはい、違反しませんはい。で、え、これなかなかすごいですよねこれはすごいですよ A は投資用マンションの販売に際し電話で勧誘を行ったところ勧誘の相手方から購入,が意が購入の意思がないので二度と電話をかけないようにと言われたことから電話での勧誘を諦め当該相手方の自宅を訪問して勧誘したこれ嫌がらせています。 はい、これはもう完全に嫌がらせじゃないですかはっきり言って「電話はかけてないですよ」みたいなえ違反するに決まってるじゃないですかどう考えても。ということで、はいえー、違反するものは2つじゃないですかこれ問いの40番答えは2番ですね。はいさあそれでは問いの41番いきたいと思います。 はい、えー、問いの41番です、えー、次の記述のうち宅建業の免許を要する業務が、えー、含まれるものはどれでしょうかというお話です1番から見ていきましょう A 諸は所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けした上でそれぞれの区画に戸小建て住宅を建築し複数のものに貸し付けた要するにこの人何やってるのかっつったら自分が持ってる土地をいろんな人に貸してるってだけですよねこういうの何て言います自ら対策って言うんですよ 自ら貸借は宅建業ではないので、はいえー、1番は、えー、業務含まれないと見るべきでしょうそして2番です B 社は所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、えー、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか多数の事業者に案内を行った結果出店事業者が決まった、えー、テナントの出店をしてるそうです、えーねまあ、自分の所有するビルがあったわけですよね。そここをう、ね、うとしてていいるわけですすよねこういうのなんて言います 自ら対策っていいますはいえー、ですのでまあこれもねいいでしょう。で3番 C 社は賃貸マンションの管理業者であるが複数の、えーね、大家さんの方から管理を委託されている物件について入居者の募集それからはい。 えーね、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、えー、それから入居者からの駆除、えー、それから要望の受付入居者が退去した後の清掃、えー、こういったものを行っているそうなんでございますけれどもこれ入居者の募集っていうところなんですよ問題は。この入居者の募集ってこれってそう、宅建業の範囲に入っちゃうんですよね。はい まああのこれね、まあこのあと賃貸不動産経営管理室とかねあのそこら辺でやると結構重要なテーマとかになってくるんですけれどもね、はい、まさかここで来たかっていうね、えー、入居者の募集、これって、えー、宅建業の業務に入ります。でですのではい これ3番宅建業の業の務に入っちゃうんですねで4番電車は多数の顧客から顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負ってその対価を得ているうん別に他建業じゃないでしょう。ということで問、はい,、えー、というの41番の回答は3番となりますね。はい、はい、じゃあ、えー、答えします。 はい、それではですね、答え権利関係のところですね、えー、まだやってないところですね、見ていきます。問いの四、はい、で問いの四ですね、えー、正解番号は問いの四は二番。まあ個人定当権者が自己援用ってそこまではできねえだろうっていうことですかね。はい、問いの四は二番。 はい次問いの5ですが、えー、これねあの事務管理ってやつなんですけどねあの緊急事態で隣の家の,、ね、あの屋根修理したっていう時に全管注意義務確かにただ働きでも全館注意義務ってあるんですがもう、ね、どううしよよもなない切羽詰まった時なんですよねさすがにどうしようもない切羽詰まった時に好意でやってあげるのに全館注意義務ってちょっときつすぎじゃないですか。ということで、はい、問いの5難しいテーマです。はい、ははい問の正解は3番 これはテーマとしして難しいですね、はい、次問いの6でこの問いの6って定当権であの2とか2は3とかとかそこら辺読むと迷いでるんですけど,あのど土地と建物が同じ所有者の時に定当権付けると法定条件が成立するって話ありましたね。で登記とかっていうのはもう無視なんですよね。それ考えると問いの6、はい、正解番号は1番。 まあシンプルに考えると「見たことある」で正解できた可能性かなという。問いのならとでいあことで「知らなかった」あい「重大な過失がない」ま「あ、今回譲り受けたその譲り受けたまた譲り受けた」したみたいなね、うん、ところはありますが知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても対抗できる「いや重大な過失がない?」じゃあ対抗できるわ。罰×ということで「はい」。 問いの7はは正解解番番あ、はい、あとも、はいえー、もうあとは、ね、もうあの準備一応ででできたんでねね号だけ解説聞いいいてもしょじゃ問いの9が正解番号が、えー、3。 で10が4で11が2で、えー、ここら辺大丈夫ですね23番はい23番正解は2番で、えー、31番がないまだですね31番はい正解番号が3番 で四十二番四十二番はい正解番号が四番で四十三番正解番号一番四十四番正解番号があ二番四十五番はい正解番号三番 46番はい正解番号が1番47番正解が2番48番正解が3番49番正解4番はい50番正解番号が3番でございます。はい で回答は全部出ましたが、うん、これやはり気になるのは合格点ですよね。ただ合格点というのは確定は無理です。どんなことだろうと無理です合格発表までわからないんですわからないんですけど皆さんの集めたデータとかあとは、ねまあ、いろんなところの、ねえー、まあ講師の感覚とかのもあるんでしょうけどねこれ内部で言った、ねまあ、レックが出す点数これが絶対点ではないですけどね絶対ないですけど今回はちょっと高めでしたね。 えー、まあ皆さんねできた方がいらっしゃってるあのもう今回全然難しくて違にもかかんないですっていことを勝手やつとか言っちゃダメですよお客さん、えー、肌はやっぱりきてなかったりするんでね、うん、そうすると、はい、今回合格推定点一応レッグが出すのは3 6ス1 3 6ス1はいこれがまあレッグのとりあえず今現状の合格ラインでございます。 だからこれからまだ、ね、あの情報とかを集めたりして変わってくることは当然あるんですがねあのもう今のね皆さんの,そのマークシートを集まさせていただいてえそこを分析した、まあ、例年のところのラインで引くとこの辺かなというところでございます、まあ、結果は、ね、あの実際に出てみないと分かりませんので、ね、あのまあゆっくりとりあえず終わりましたんで、ね、あのでしていただければと思います。以上でででございますす、はい、それではですね、えー アンケートとかですね。マークシートはああ、マダムな方とあの後ろの方にあの回収があるんでで、あの回収ご協力いただけますと、こちらの政党回答一覧表ですね。あの差し上げますのでね、えー、こちらをお持ち帰りください。以上でございます。はい、それではですね。平成30年度回答速報会、これで終わります。皆さんお疲れ様でした。